キンプリ涙で5人ラストパフォーマンス。キシユータ、一生忘れられない。ヒラの仕様、すごいスッキリ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスが20日、5人揃ってラストのテレビ出演を終えた。日本テレビ系冠番組、キングプリンスル。 キンプルの実質的な最終回となるゴールデンスペシャルが放送され、NHK の音楽番組、ベンルー101、土曜午後10時55分に生出演した。22日いっぱいで平野潮、26、神宮寺優太、25、岸優太、27、が脱退し、順次ジャニーズ事務所から退所する。ベンルー101のラスト、キングプリンス5人で最後のパフォーマンス披露は、ビューティフルフラワーだった。 冒頭で平野が涙し、歌声を震わせた。神宮寺や長瀬角、24、が平野の肩に手を置き、微笑んだ。ラストは5人で身を寄せ合い、肩を組んだりしながら熱唱した。平野が、ありがとうと歌い切ってカメラに向かってピースすると、高橋海人、24、和歌をくしゃくしゃにし、全員の瞳に涙が浮かんでいた。騎士は、本当に一生忘れられない思い出になりました。 感謝していますとしみじみ。平野は、こんな泣くはずじゃなかったんですけどねと照れ笑いし、曲の、最後の、ありがとうという部分を、メンバーにも、ファンの方にも言えたので、すごいスッキリしましたとすがすがしい表情だった。神宮寺も、この歌の力ってすごいなと思いました。と興奮冷めやらぬ様子だった。21年5月に第1弾を放送し、昨年1月からレギュラー番組としてスタートしたグループ初の冠番組。 キングプリンスル。キンプリ音幕を閉じた。番組ラストの企画として、キングプリンスの夢を叶える5人旅と題し、1泊2日の旅行を観光。オリジナルの花火大会では、平野が花火玉に、5人の関係は花火のように散りませんと記入。打ち上がった花火を見て、騎士も正直ちょちょぎれそうになった。命かけて一生忘れないと感慨深げだった。5人でエンジンを組んで締めくくった。 キングプリンスは18年5月23日にシンデレラガールでデビュー。デビューから丸5年となる22日をもって騎士、平野、神宮寺が脱退し、23日以降は長瀬と高橋の二人体制で存続する。キングプリンスの踏み。18年5月、騎士、平野、岩橋元気、長瀬、高橋、神宮寺の6人でデビュー。シングル。 シンデレラガールは初週売り上げ57.7万枚。同11月、岩橋がパニック障害のため休養。同年12月、NHK 紅白歌合戦初出場。21年3月、岩橋が脱退、ジャニーズ事務所を退所。同年8月、日本テレビ系、24時間テレビ、パーソナリティ。22年1月、日本テレビ系冠番組、キングプリンスル、スタート。 同年4月、初ドームツアー開催。同年11月、23年5月22日をもって平野、岸、神宮寺が脱退すると発表。同年12月、5人では最後となる紅白出場。平野紫陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。